さあ、こんにゃろう。俺は成人でもなんでもねんだ。ヒカキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube。 どうも、新潟一ブチ切れやすい男、ヒカキンです。今実家にお正月で帰省してる時に事件が起こりました。俺を怒らしちまったんだよ。そして一番怖いのは俺を怒らせたってことじゃねえんだよ。俺を怒らせたってことは俺のバッグに誰がついてるか、そこ分かってない。俺のバッグが誰かって、兄貴だよ。うちの兄貴を怒らせたら終わりだよ、兄貴。わわ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 
ああ、なんだ。皆さんにもお見せします。3、2、1。現金を貸し取れ、ファストペイ。1000円も1日、方向がおかしいもんな。1000円も1日、ヒカキンもやっている。ジェムデザートグロウ。なんだ、ギャンブルのゲームか。まあこれ、まあ何かっていうと、まあ一言で言うと、ヒカキンもやっている、うん、このゲームアプリ、うん、やってねえんだよ。やってねえんだな。なんも知らん、これ。正式な仕事依頼ねえと。正式な仕事依頼がねえ。この会社からの。完全に勝手に使われてる。これはもらってねえと。これはもらってねえ。これはもらってねえ。これはもらってねえってのも確かにそれは問題なんだが、これで世の中の人を騙してるって話で。騙すのは俺は一番嫌いなんだ。そうだろ。そう。そう。去年までの2021年までの成人ヒカキーンだったら、これはね、まあ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 黙っとくか、我慢しとくかって思ってたかもしれない。まあ無断使用だな。無断使用だがな、2022年、俺成人でもなんでもねえ、もう言いたいことは言う。2022年一番切れやすい YouTuber としてやっていこうと思う。はいって感じで。これ何なんですか、これ。これ なぜ、あ、もう茶番終わり。うん。打ち切れ系 YouTuber でちょっと半分売っていこうかなと思ったんですけど、ちょっと。髪型すごいのよ。髪型も怖いでしょ。ちょっとビエっぽいんだけど、すいません、ちょっとこれなんでかってさ、もう実家でさ、別にシャワーも浴びないでさ、ゆったりしてたらさ、確かに。あのね、まず実家に向かう新幹線かなんかで、ヒカキンさん、これ、本当に楽しいんですかみたいなのが Twitter で来てて、なんだろうと思って見たら、そう、なんかそれもね、あの他のアプリもあるの。ギフトオブクリスマスツリー、ゲームなのかな。なんかね、アプリなんだけど、なんかこれさ、もしこのゲームでうまくいったら本当に現金払いますよみたいなやつなんだよ。まあわかんないよ、このアプリがいいものなのか悪いものなのか知らない。ただ、ね、やったことないしね。まず事実として伝えたいのは、私は全く関わってないし、ヒカキンもやってるってやってないし、完全に知らないところで俺の写真を使われてて、この写真ね、あの全く関係ない俺の YouTube の動画のサムネイル くり抜かれて使われてるの。要はそのサムネイルから勝手に切り抜いて、使ってる。でヒカキンもやってることにしちゃおうよって言って、誰かしらがまあこれを作って宣伝してるわけですよ。なかなかやばいね。なかなかやばいでしょ。なかなかやばいね、これ。で もちろん僕もなんか全てをリサーチしたわけじゃないんだけど、1000円も1日って書いてあるから、なんかこれちょっと日本語おかしい気がするね。若干おかしいね。普通なんか多分これ1日で1000円も稼げるかもみたいなことなんだよね、多分。あ、なるほどね。うん、でもそれもおかしいから、もしかしたら海外のアプリなのかもしれなくて、なんかそんな感じするの。雰囲気もそんな感じしてて、で多分なんだけど、今調べたんだけど、あのアップルのさ、こういうアップストアとかないんだよね、このアプリ。ああ、だから承認されてないわけだ。承認、まあ、では、あくまでそういうなんか、よくね、普通アプリってダウンロードするときって、多くはこのアップ
ストアっていうね、うん、iOS だったらアップストアで、Android だったら Google Play とかね、 Google Play とかいろいろあるよ、ね、そこにないアプリっぽい、つまりどっちにも承認されない可能性があるんじゃない、まあ承認されないのかあるいは、まあ、申請してないのか分かんないけど、僕はそういうアプリって入れたことはあんまないので、基本的にね、うん、まあそうだね、でまあそういうことですっていうのは事実、たださ、うん、あの昔もあったじゃん、なんかさあのなんかヒカキン製金のなんかあの写真で勝手に使われてるお店みたいな、ガチャガチャとかね、そう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 ね、まああれだよ、もちろん全部ダメなんですけど、もちろんね全部ダメなんだけど、なんかさ、なんだろう、久々に来たよねっていう、まあそうだね、ちょっと久々だね、そうあれはさ、今よりかはもうちょっと有名じゃない時じゃん、そうだね、でなんかさ普通さこうカティッカーとか言ったらさ、うん、ダメってわかるじゃん、まあ、本来はダメだね、だってあれ多分広告なのね、あの、このアプリ面白いよっていう、まあ宣伝に使ってるわけだから、ね、そうあれを申請できるってことは当然大人の可能性が高いわけじゃないですか、でこれヒカキンの写真勝手に使っちゃいけないよねってさ、アプリを作ったりアプリをさなんか宣伝してる人からしたらさ、大人だったらわかるわけじゃん、まあ普通本来であればこれを紹介してもらえませんかっていう依頼が、来るわけ、ああもうそ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 う、そういうのもなく来てるから、ね、うん、それ全部すっ飛ばして勝手に使っちゃえって言ってるから、まあまあおいな考えてんですか、うーん、そうね確かに、しかもまあ勝手に使うだけならまだいいけど、ヒカキンもやっているっていうのは完全に嘘だから、そうだからさ、じゃ例えばね、あの俺がさなんかさこのカップ麺うまいっつってさ動画で食べてて、うんうんうん、あそれをね、そのおみそれを売ってるお店でヒカキンも食べてたとかだったらさ、まあ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 そうだね、うん、そこに写真をガーンとかも本当はダメなんだけど、本当はね、字でさ、うん、ヒカキンも YouTube で美味しいおすすめとかさ、うん、なんか、うんうん、まあそれは事実だしなぐらいのあるじゃん、まあね、写真も使ってヒカキンもやってるよすっごいいいアプリなんだよ、そのそうし、あの僕ちゃんと真面目にやってるから、ほら、ね、あの、あヒカキンもやってるんだったらいいアプリなのかもみたいなさ、そうね、あだからヒカキンが紹介してるアプリなのかって思う方が多いわけ、そう、そうで、わざわざさ、うん、僕のさ何千本もある動画でさ本当にやってるのかなとか見ないでさ、あヒカキンもやっててお金稼げるならやってみようかなってやってないの、そこが一番まずいな、確かに、やってないな、お金はそんなに甘くないよ稼ぐの、確かに、まあ、分かんないけどね、もしかしたら本当にそういうさすごいアプリのあんのかもしれないけど、まあでももしこのアプリをさ作ってる人は悪くなくて、うん、アプリをさこれさ宣伝してやって頼んだら、うん、その宣伝する人がやらかしてるだけっていう可能性もあるのよ、見せないと思うけどそこはまあそれ分かんないんだけどまあ一応ね数少ない、うん、可能性としてね、まあまあまあそれも一つの可能性はある、うん、だからその宣伝を外に外注してるかもしれない、宣伝を確かにそこがやらかしてる、代理店に依頼したらその代理店がもう適当な代理店でやっちゃった、まあ、まあもしかしたら知り合いとかに、知り合いなんか広告強い人にやったらなんか勝手に使ったとか分かんないけど、まあ正月から結構来ちゃってんだよね、まあ、でもこれは結構まずいんだよね、だってさこれでもしその現金がもらえるっつってあのなんかでお金払ってで俺にさクレーム来るかもしれない、ヒカキンさんがやってるって言うから入れたのになんか金銭現金手に入んない、俺やってないよってなるから、だから一応それで動画出そうと思って、まあ、そういう意味ではそうだね、あの皆さんがこう騙されないようにっていう意味では、うん、まあそう、うん、まあ、だから動画撮った方がいいよね、ほらこのエゴサとかしてもさ、でもこれもこんなのまあ、なんかほら稼げる系のゲームの広告なんだけど、ヒカキンさん広告塔として使えるのか使えません、あでもちゃんとこういうアプリなんですってほらうちの会社に説明を受けてしっかりとしたお仕事できたらなんかほらあいいアプリなんですねって分かったらやるかもしれないけど、うん、何も来てなくて俺やってることもない知らないからさ、まあ、そう騙すようなアプリだったらまあそもそも受けないからね、もちろんそういう宣伝はしませんからね、うん、そういうのもすらすっ飛ばして勝手に出てるんで、うん、久々に来たなこれあほらほら来てんじゃん、これあくまでこれはこのつぶやいてる人のあれですからね、ヒカキンさんこんな詐欺みたいなアプリやってるんすか、これ俺こうなっちゃうんだよね、それそうだよね、まあ、このアプリが詐欺か分かんないけど、うん、俺やってないのになんかほらヒカキンさんもしかしたらさやってんのかもと、たくさんギャラ積まれてそうあでもヒカキンさんちゃんと紹介してほしいと思われた、まあ、でもこれに関してはねいくらギャラ積まれてもヒカキンも僕も怪しいものは一応紹介しませんので、うん、はい、そこら辺は結構ね疑ってかかってもらった方がいいかなと思うんですけど、そうで この人はこれって本当なんかな、無断転載的なやつかな、うん、これはネットリテラシーが高い人、
そうだね、見抜いてるわけ。見抜いてるよね。多分ヒカキンさんは勝手に使われてるって見抜いてる人もいるんだろう。うん、ただ見抜けない人もいるし、いや見抜けない場合もあるでしょ。全然、全然ある、うん。むしろ普通に見てたらさ、ね、信じちゃうじゃん。わざわざそんな嘘つかないじゃんみたいな。そうね。ほら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 、この人も俺に。ヒカキンさん、詐欺っぽいアプリでヒカキンさんの画像が使われてました。心配のしすぎかもしれませんが、無断使用だといけないのでツイートしました。うん、ありがたいね。詐欺かは分かりません。ただ、心配してくれるファンの方もいてると。あ、すごい、これとかなんてほら、ヒカキンさん勝手に広告に使われてる。この人すごいね。俺何も言ってないのに気づいてる。だけど、これは勝手に使われてんだなってことを理解してるわけだね。あ、TikTok でなんかもうこれは勝手に使ってるって言ってなんかバズってるっぽいわ。君たちネットの社会で生きていけるよ。うん、気づいてる。あ、この人に関してはゲームやってたらこんな広告出てて草生える。ああ、やっぱりポッと表示されるわけだ。そうだね。でもこれ1日だけで超いっぱいツイートされてんのよ。結構来てるね。まあまあ来てると思うよ、ほら。兄貴、やっぱ俺今ちょっといい人に戻ってたけど、こっちが本物の俺。だしな、知ってるじゃん、ちっちゃい頃からの俺の性格。もちろん俺がひねくれてんじゃん、俺。ああ、ひねくれてんだ。こいつはまあ悪いがひねくれてる。そうだよ。成人でもなんでもない。あんまり言いたくないけど、ヒカキンさんがこのオファー受けたのなら仕事選んだ方がいいよ。うん。受けてないよ。不安の皆さん、申し訳ねえ。申し訳ねえ。アニーの俺から一つ謝らせてくれ。すまんな。しかし、こいつはまあ変わってはいるが、悪いことだけはしねえんだ。しない。ああ。っていうことでね、これもう騙されちゃってんだよね。だから、っていうか、もうヒカキンの株が落ちてるわけですよ。この人からしたら、俺、ほら、常に株が上がり続ける男のはずなの。そう、勝手にね。落ちちゃったよ、ついによ。下落だよ。下落だよ。下落。ちょっと今落ちたんだよ。下落。だから、そう、こんなのをやるんだったら、あ、もうヒカキンさんのは見ませんよと。ほら、ほら、ほら、せっかくな登録してくれてたのに、もしかしたら登録解除かもしれない、これ。だよ。まあでも見てるだけで数十件は僕に届いてますね。でもやっぱなんかね、 6,7 割は疑念を抱いてる、みんな、うん、怪しいなみたいな、怪しいなってなってる。多分それは多分あのヒカキンのことよく知ってる人だと思うんだよね。うん、よく知ってる人だったらこれやんないだろ多分、みたいな、そんな詐欺みたいなやつやんないだろって。でもほら、あんま知らないけど、あヒカキンね、おうおうヒカキン、うん、なんか、なんか儲かるアプリやってんだみたいな、そうっていう人もいるわけ。あんま知らんけど、もう一個違うゲームあるぞ。ロイヤルブロックパズルレラクシング、3種類のゲームで使われてる。でも全部多分全部同じ会社が作ってる、お金が稼げるアプリ、稼げる系のアプリなんだけど、これとかなんてもうブロックのゲームで、あーなるほど、某人気ブロックゲームので高得点出したらお金もらえるよみたいなやつだね。多分分かんないけどね、リアルでもらえちゃうよみたいな。 それがどうなのかは知らないけどね、分かんない。ただ数十件来てるってことは、めちゃくちゃこの広告出てるんだと思うんだよね。急に出てきたんじゃない？バーッと。そうだし、あの何回も表示されるとかもつぶやいてる人がいて、だから同じような人のとこにこれをポンポンポンと何回も表示されるてか、まあめっちゃたくさんの人に出るようにしてると、うん、そういうことね。っていうのも含めると、うん、激しく巻き上げてそれでプロモーションに使ってやってるわけだよ。世の中な、これ東京、大都会東京、大都会東京だ。で、まあ我々10年以上生きてきたけど、 あのね、残念ながらね、うんうんうん、悪いやつはいるんです。悪いやついる。そして何でもかんでも信じてはいけん。そう、これだ。そう、残念な話なんだけど、うんうん、まず疑う。いい話なんてそうねえからな。だから心が透き通ってる、うん、特に田舎出身じゃないけどさ、うん、俺騙されたこととかあんのね、3回ぐらい東京で。なるほどね。あ、近いよってなんだよ。まあでもマジで悪者いるじゃんみたいな。いるんだよ、いるんだよ。だから絶対に、まあ、この動画でね、何か伝えたいかというと、まあ、うん、実際に僕はこのアプリ知らないっていう事実と、うん、あとは、まあ、やってないし、うんうん、勝手に使われてるっていう無断転載っていう事実と疑う心や。まあ疑うというかあれだね、ちゃんとこう見極めるというかね、何でもかんでもあそうなんだって思わないで、ネットに出てる情報っつうのはこれね、一度はちょっとこれ本当なのかなっていうのは常にこう考えた方がいいかもしれませんね。そうそう、で、うん、YouTuber さんとかでもさ、うん、この YouTuber がなんかこうやらかしたらしいぞ、うん、まず
本当かな、そう本当かどうかっていうのはもう一回調べてみないとね、事実確認あるもんね。俺だってなんかさ、俺こんなことしてねえんだけどとかもう書かれすぎてもうなんか、まあ、どうでもよくなってるけどさ、キリがないけどね、これね、僕らの場合ね、そう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 、でもそういうのも含めて、うん、ネットはねいろんなことだから、ほらなんかこの、うん、有名人の人なんかやらかしたらしいよとかつぶやいたらさ、うん、やらかしてなかったって言ったらさ、うん、それ結構超失礼なわけじゃん。っていうかあのね、裁判沙汰になるね下手したら。あ、だからそう、案外特定の個人をね訴えることができちゃうから、訴えることは当然できるから、そういうのは絶対にやめた方がいいんですよ。あの本当にちゃんと芸能人の方とか、まあ僕らもそうですけど、これ事務所に入ってるわけよね、そうで、あのちゃんとそれを守るチームがあるわけなんで、そう、適当にそんなアンチみたいなことすると本当にあの裁判になって、そう、大変なことになりますから、そう、最近気軽にはそういうことは今ねもうできないからね、動き出す人もいるんだよね、いるいる全然。あのほら例えばさ、そういうなんかネット掲示板とかにひどいこと書かれて、うん、書かれてね、俺は許さんって言って、うん、で一発で特定できちゃうんだよね。あのね、本当に特定できるんですよ、情報開示できますから。そう、でそれでなんか一本一本全部やって、うん、全力で戦うっていうタレントさんも出てきてて、それはまあそうだね、かっこいいよね。まあでもそういう時代に突入したんだろうねっていう動画でしたということでね、はい、まあ、あのとにかく騙されないように、あの一回ちょっと疑っていただくっていうのがいいんじゃないかと思います。うん、ありがとうございます、はい、本当に久々だったんでまあ動画にしましたね、はいはい、そう、結構本当にでも去年一昨年とかで忙しかったら触れなかったかなと思うんだけど、まあ触れないこともいっぱいあると思うけど、その騙されないでほしいっていうのが本心なので。そうですね、で、はい、僕も別に何も悪いことしてないしね。まあそうだね、そう、俺知らないんだもん知らないからね、うん、はい、楽しそうに札持ってやってるっぽいからさ全然関係ない動画のサムネイルだからね、うん、ということで以上、うん、皆さんぜひこの動画グッドボタン、はい、ポチーン、そうだよなって人ね、そう、気をつけるぜってね、そう、ポチーン今よろしくヒカキン TV とセイキン TV のチャンネル登録もぜひ、 SNS もやってますのでフォローお待ちします、はい、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バイ、 See you next time。 登録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 